く目覚めたか、ソーシャ。良い夢見という面持ちではないな。その方を伝う涙こそなかったが、悲しい顔をしていた。どんな夢を見たのだ、ソーシャよ。世は辛い。そなたの悲しむ顔を見るなど、胸が張り裂ける思いだぞ。ソルよりもミューズが良いぞと何度言わせる。やり直しを要求すると言いたいところだが、残念だ。すでにセラフは朝を迎えた。休息の夜は終わり、出陣の時間だ。まどろみに甘える時間は今はない。それでも聞いておかねばな、ソーシャよ。眠りの中でそなたは何を見たのだ。ヨトの夢か。うん、嬉しいことを言ってくれる。不意打ち気味ゆえな、今のは胸が弾んだぞ。しかし、それは良くない気遣いだぞ、マスター。どうか真実を語ってほしい。そもそも世の笑みがあれば、そなたが泣きそうな顔をするものかであろう。14000年か。未明領域、ムーンセルのうちにありながら、ムーンセルによって隔絶された領域。それは必ずしも暗黒の世界ではないだろう。そなたと世は知っている。時空を超えて届けられた記録に触れたがゆえに。火へと埋め込まれた幽星のかけらか。夢見た光景にあったのは一面の暗がりのみだった。まさしく文字通りの幾星霜の年月。あやつが目にしてきたものが
あの石室なのだな。それにしても1万4000年とは長すぎて世には想像することもできぬ。その気持ちは世も同じだ。言ったであろう。サーヴァントはマスターと同じ夢を見ると。1万4000年の孤独など世には分からない。分かるのは胸に宿ったこの気持ちだけだ。アルテラを救うことが本当に正しいのか、幽霊の化身と分かり合うことはできるのか、というか奏者を取られてしまわないか、そんな恐れも当然ある。だが世にはあやつの最後の姿が忘れられない。世はアルテラを救いたい。そなたがそう願うからではない。あ、いや、少しはそなたのためにと思うところがないでもないが、これは世が、私が純粋に感じたことだ。私がそうしたいと感じたからこそ、アルテラをあの闇から連れ出そうと思う。それが世がそなたと共に戦う理由。生き残るために戦った聖杯戦争とは違う。人を救うというごく当たり前の我らの願いだ。それにだ、たとえ3分の1の分身であったとしても、あの奏者は命を懸けたのだ。あの娘を、アルテラを救うなどという大きな話のためではない。アルテラ目に幸福を教えてやるなどと、そんな小さな願いのために、彼方の奏者は全てを費やした。そなたのサーヴァントとしてこれを叶えずしてどうする。あの思いも世は決して無駄にしたくない。何、ドーンと任せるがよい。1万と4000年長きにわたって暗黒に閉ざされた者に輝けるものを見せてやる程度。世には造作もないことだ。この世のものとは思えぬ至高の芸術、黄金劇場の進化を今度こそ見せてやろう。
いつからそこに？まさか初めから盗み見ていたというのか？初めからではございません。そんなことなら飛び蹴りの一つでもくれています。私がお邪魔したのはつい先ほど、ノックをしても返事がない。つはご主人様の寝顔チャースと抜き足で入ってみれば、まあ巨人を救うとか言い合って二人で見つめ合うんですもの。そりゃ呆れて固まりもします。うん、やはり貴様は反対か、チャスター。貴様はどうもアルテラと因縁がある様子。心底から賛同はしていないと気づいていたが。そりゃそうでしょうとも。私たちが巨人にどれほど手を焼いたか、あなたもご主人様も知らないのですから。ですが、まあ時と今回とは状況が違うようですし、女の気持ちも少しだけ共感できますし、かつて巨人を倒すために戦った者たちはことごとく敗れ去りました。ですが、倒すためではなく救うために戦うというのは今までにない展開。かつて敗れた者の一端として、その結果私も見とうございます。キャスター、貴様言うではないか。あれか、奏者に振られて良い女度が上がったのか。振られてねえですよ。今回は私よりあなたの方が向いているから一歩譲ってあげてるだけです。ですが、ご主人様も底抜けのお人よしすぎて、私そちらの方が心配です。ええ、もちろんご主人様のそういう博愛満ち満ちすぎて逆に困らせてあげたくなるところも大好きですけど。うむ、それはわかる、かなりわかる。だが世の方が大好きだぞ。そして奏者も世が大好きなのだぞ。はいはい、せいぜいこちらはここを守りますとも。ご主人様の戻る場所、必ずや優勢の軍勢から守り通してみせましょう。ですからセーバーさん、くれぐれもどうかご主人様のことよろしくお願いいたします。うむ、無論である。さて、キャスターの陣営を含めれば多くの英雄たちが新ローマ領に集った。情報もそれなりに集まった。この辺りでそろそろ本格的に考えておく必要があるか。どうだろうか、奏者よ。実はな、機械を見て味方の窮機に尋ねておいたのだ。故に今9つの案が出ている。頼もしいではないか。さすがはそれぞれの地、それぞれの時代で名を成した英雄だけのことはある。皆真摯に答えてくれたぞ。データの形でまとめてあるのでしばし待って。これをこうして
よし、では行くぞ。まずは空風林だ。いわくやれる相手ならさっくりやっちまえばいいとのことで、魔剣士殿も似たようなものだな。まず倒す、その後に妙案が浮かべばよし。似た者同士というか、なんというか。録画データを見る限りでは、難しい顔をして首を振っている。アーチャーはまだしも、ガウェイン卿までだ。なんとも不甲斐ない。ライダー目も似たような感じか。両府将軍は相も変わらずの様子であるし、カルナは、おお、カルナは何やら言葉を残しているな。さすがは稀有なる見識の持ち主。このような事態にも一加減あるか。さてと、具体的には倒す者を救うという考えは矛盾している。月と太陽どちらかを取れというようにな。だが一方だけでは明日は来ないものだ。どういう意味であろうか。カルナメはあれだな、少し遠くを見すぎているな。キャスターの気苦労が忍ばれる。そなたはどう思う、奏者。良い言葉だ。世の求める回答そのものではないにせよ、優しき英雄であるのだな、カルナ。希代の大英雄として古くより称えられただけのことはある。奏者よ、戦国の戦いを胸中で反芻していた。征服王イスカンダル、あれは実に気高く眩しき大英雄であった。そして何よりも至極単純に強者である。こうして勝利を得て余とそなたは生き残りはしたが、二度戦って二度勝てるとは到底思えぬ。英雄なる者の神髄に相違ない。征服王や神祖ロムルスのような正真正銘の大英雄に比べれば、世の武勇と勲のほどは足元にも遠く及ばぬ。
世とてローマ皇帝の座についた者、無二の人物であると自負はしているが、やはりかのイスカンダル王には及ぶまい。大陸の多くをすべて、多くの王をその臣下として従えた男、なんともはやファラオにさえなったというぞ。世の憧れるカエサルさえもが憧れたのだ。それにそう、おじ上もイスカンダル王を好んでいたな。カリギュラおじだ。おじ上は我が母アグリッピナの兄にあたる。世から数えて先々代のローマ皇帝であった。よく膝の上に小さき世を乗せて古き時代の英雄譚を語って聞かせてくれたものだ。多くの物語を聞いたぞ。イーリアスの英雄たちはもちろんのこと、ヘラクレス、オデュッセウス、ペルセウス、中でもやはりアレクサンドロス大王、すなわちはイスカンダルの逸話になると、おじ上もまた熱くなったものだ。世には優しいおじだった。それだけは間違いがない。いつか自分も伝説の英雄たちのようにとのたまってしまうのは大行に過ぎるかもしれぬが、せめて良き皇帝でありたいとな。よく口にしていたものだ。それからいずれお前も良き貴族となれとな、言ってくれたのだ。そうだな、実によくしてくれたおじ上であった。